ただいまよりバドミントンとリアルディル20オープニングファイト60キログラム契約3分2ラウンドを行います。青コーナーより鮫島力選手、赤コーナーより斉藤武雄選手、両選手の入場です。バドミントンのリアルディル20オープニングファイト60キログラム契約3分2ラウンドを行います。青コーナー 58.8 キログラム、薩摩ジム種子島道場所属、鮫島力。赤コーナー 59.7 キログラム、リアルディールジム博多所属、斉藤。この試合では3分2ラウンド、10カウント、3ノックダウンシステムで戦います。3分2ラウンド、10カウント、3ノックダウンシステムで行います。ジャッジ爪が伏せてラウンド1。Oh, yeah.
ジャッジの集計に入ります。それでは判定の結果をお伝えします。ジャッジ湯浅20対19、青鮫島。ジャッジ川上20対19、青鮫島。ジャッジ川上20対19、青鮫島。以上3対0の判定をしまして、ただいまの試合勝者青コーナー鮫島選手の勝利です。ありがとうございました。